えむかえ本陣跡えむかえ本陣跡は、長崎県佐世保市えむかえ町長坂にある、平戸王冠 M むかえ塾の本陣跡である。長崎県指定史跡。平戸王冠は、江戸時代初めの官営年間から、平戸藩により整備が進められ、1656年には、宿役制度が設けられていた。えむかえ本陣跡を、 現在も所有する山下家が酒造業を始めたのは1688年と記録されており、この頃から山下家が本陣として機能していたとみられるが、正確な記録はない。M かえ本陣に関する記録文書は、平戸藩第9代藩主、松浦清の代の1781年からある。本陣跡のうち、重心美化への的は、この時期の改築と推定されている。 清が記した生残に一気のほか、2001年に山下家で発見された覚書に、清とその子の松浦博が、参勤交代や長崎防備のための往来に際し、たびたび本陣に急迫していたことが記されている。現在の本陣建造物のうち、藩主が滞在する、おなりの間を含む部分と庭は、広の移行により1830年により、 全面的に改築されたものであり、1832年に、広氏が、真相後初めて本人に休泊した際に、自らの居室であるおなりの間が、庭の池に張り出して建てられていることから、枕水車と命名している。また、この際に庭内に、水金靴が作られたものと見られるが、正確な記録はない。水金靴は1983年に存在が、確認された。 明治に入り、廃藩地県で、平戸藩が消滅して、本陣としての役目は終えたが、現在まで建物、庭はじめ本陣の形態をよく残し、藩主旧薄に用いる、備品類も多くそのまま残されている。1998年2月18日、山下家元蔵と共に、県史跡に指定された。2006年6月の台風で、裏山が崩落し、庭園が損壊したが、 2008年には修復されている。ありがとうございます。